Hello and welcome back to Video Games. I'm Tim Rogers for Kotaku.com, and I'm here with Toshihiro Nagoshi, director of F-Zero GX, and Judgment, and the Yakuza series, but most importantly, Judgment. New game, beautiful game. I played Judge Eyes in Japanese. I love it. I also love F-Zero GX. So you have the Yakuza games. Yakuza takes place a lot in the city of Kamurocho, and Judgment also concerns Kamurocho, but it's a different story. It's a very different story. So a lot of fans, I played the game on my YouTube channel, and a lot of the fans asked, how is this different from Yakuza? まずゲームのジャンルが大きく違うんですが、まず龍が如くヤクザシリーズをもう15年ぐらいもうずっと作り続けている中で、グラフィックもゲームシステムもどんどんブラッシュアップされていきました。でも結局桐生一馬という主人公がいて、そして龍が如くという、ヤクザっていう IP の中のその世界観のルールというものはやはりずっと守らなきゃいけないものもあって、でそれが一つの魅力にはなったんだけど、でもこれだけブラッシュアップされたシステムアセットがあれば、違う主人公違う世界観をぶつけていけばもっと違うテイストのエンターテインメントが提供できるというのはもうずっと思い続けてきたことでもありました。その中で今回、元弁護士で今は探偵という八神というキャラクターを立てて、アドベンチャー要素の強いゲームに今回は仕上げることにチャレンジをしました。でアドベンチャー要素が強いというのは、いわゆる調査をしたり、証拠を集めたり、でそれをいろんな形で、例えば写真を撮るシステムにしても、撮った写真の精度がいいか悪いかを AI がちゃんと判定したりしてくれます。その被写体の顔がちゃんと入っているとか入っていないとか、ロケーションがちゃんと分かるように撮れているかどうかとか、でその例えば暴力事件だったらそのまさに殴ろうとしている瞬間が撮れているかとか、それを AI が得点をつけてくれて、でそれによって報酬が違うとか、でヤクザシリーズにはそういう細かいシステムは必要がなかったので、ただもうプログラムのエンジンとしてあったんですよ。でそれを発揮する機会がないというのは本当にもったいないと思っていて、その15年間で蓄積した、でもヤクザシリーズには必要がないシステムというものを今回思い切ってふんだんに入れたのがジャッジアイブだと思ってもらえれば、非常に理解しやすいんじゃないかなと思います。I love the Yakuza games. They're some of my favorite games. I find them comfortable for me to play. When I start one up, it's very, very easy for me to play for 12 hours, for a long time. When I first saw Judgment, and I saw the characters, he's not a bad guy. He's not any kind of a criminal. He's a good guy. He's a good, honest man. And I thought, it's so nice to see a video game about an honest man trying to redeem himself. And it was so easy for me to turn the game on and relate to the hero and just enjoy his journey. It was so easy for me to play the game for so many hours. Was the idea to make a story about a more relatable, good, honest man? はい、ありました。言ってみれば、桐生一馬はもう本当にパワーとオーラでこう問題を解決できるんですけど、でも八神はどちらかというと本当に普通の人なので、喧嘩は強いとはいえそんなに桐生みたいなそのモンスターみたいな強さではないから、やはり頭を使って、そして誠実にいい人に接していくっていう意味で言うと、やはりそこは性格をはっきり線を引いた方が、よりコントラストのある遊びになると思う。両者の違いが出やすいというか。でまたその一つの例として、桐生とか真島がそのジャジャイブの世界に
全く入れなかったのも、そこは入れちゃうと 誰が人間で誰がモンスターで、そのルールがはっきりしなくなっちゃうので、じゃあキリュウに頼めばいいじゃん多分キリュウだったら一発で解決しちゃうよみたいなことになっちゃうと、もうそのこの世界が台無しになっちゃうから、やっぱりそこははっきりジャッジメントの世界、ヤクザの世界っていうのは同じカムロ町が舞台で同じチームが作ってるものだけど、やっぱそこは違う魅力を出すためにきちんと線を引くっていうのはすごくストイックに、まあ、チームのルールとしても守ったところですね。 I mean, I could relate a little bit to Kiryu. He has some human moments, but Yagami is very, very interesting. His story, his journey is very sensitive. He's a vulnerable person, and he feels like he has so many weaknesses and internal conflicts. And I was very impressed with that. 今生きてる人の持ってるぐらいの弱さはちゃんと持ってるっていう意味で言うと、本当に自分が解いてるってか、その主人公と自分を重ねられることがゲームの良さだとしたら、これは本当に、まあ、そのスーパーヒーローになりきる楽しさもあるけども、本当に等身大の自分がそのままこうモニターの中に入っていくような、不思議な感覚っていうのはジャッジはあると思いますね。はい。I actually a long time ago watched the Kimura Takuya drama Hero. So I was wondering why did you choose Kimura Takuya? A lot of people in America don't know who Kimura Takuya is, understandably. But what's that like working with him? まあ日本では本当にもう誰でも本当に子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんな知ってるっていう認知の高さから、あとは日本ではやはり非常に、さっき、ね、まさにおっしゃっていただきましたけど、誠実な人間の役柄が多いんですね。でそういう意味で言えば八神の役にやっぱり似てるし、で誠実だけじゃなくて、どっかちょっと不良っぽい、ややアウトローっぽい考え方とか、少しだらしない感じとかも木村拓哉さんのイメージっていうのは割とあったので、でそれは日本だけかっていうと、彼もずっと長いことそういう役 を演じ続けてると、結構そういうテイストって割とワールドワイドにもそのテイストって多分シンパシーを感じてるものだと僕は思うんですよ、うん、木村拓哉は知らない、うん、見たこともないかもしれないけど、このキャラクターから何感じるかって言ったら、やっぱゲーム少し数分遊べばその雰囲気ってのは多分伝わってくると思うんですよね。これはなんか実際の役者さんを使うちょっと面白い良さだったりもすると思います。はい。So would you say that with the Ryuga Gotoku, with the Yakuza games and with Judgment, you're making games not just for people who play games all the time, but for people who watch TV or watch movies, like for an audience outside of games necessarily? そうです。いや、あのヤクザシリーズもこのジャッジメントも共通しているのは、僕が常に描きたい一番のテーマはやっぱり人間ドラマなんですよね。でもちろんそれは、まあ、人生楽しいだけじゃないけども、でも最後は僕はやっぱり頑張ればちょっとそのなんだろう、日本語で言えば青臭いことを言うんだけど、まあ、ちゃんと希望や夢は現実になるし、諦めちゃダメだよっていうところのメッセージは、それはずっとこれ今までもこれからも、ただその語り方は時代に合わせていろんな言い方があると思うんですよね。だからそこのを主人公を通じて、そしてそのゲームの世界観を通じて、そしてゲームプレイを通じて、でそういうのを感じてもらえたらいいなという思いは、まあ、キリュウ・カズマに対しても八神に対しても僕は同じものを重ね合わせて考えています。 Your games, the Ryuga Gotoku games are so big, they're so long, there's so much stuff, there's so many characters, so many mini games, they're just these perfect huge long generous treasure boxes of video game, there's just so much video gameIn your video games. How do you do it? What's the secret? まあそれだけの人を入れてる、僕はまあでも作るサイクルは早いので時間あまりかけたくないですね。でもファンが待ってる以上はなるべく早く届けたい。でも最後の決め手になるのはコストやスタッフの数ではなくて、一つでもたくさん多く、そして少しでもいいクオリティで
もう入れば入るほど喜びが絶対にユーザーの喜びが増えていくということをやっぱりみんな一人一人は信じていることだと思うんですよ。そこを信じているとやっぱりあと2つっていうのを3つにできる力がエネルギーが湧いてくるというか、でそれがやっぱり一人一人がそう思ってるとやっぱり最終的にはトータルでものすごい数になってくれると思うんですよね。やっぱりそこはサービス精神というか、まあユーザーも例えば次はこれぐらいやるんじゃないかなって思ってる線があるとしたら、僕らとしてはやっぱりそれをやっぱ超えていきたい、で超えるんだったらちょっと超えるんじゃなくて結構超えていきたいし、でそれをが僕らがそのやっぱりユーザーに与えられるサプライズだと、ここまでやるんだみたいな、まあ、もちろんその後がさらに僕ら苦しくなるんだけど、でもそれはそれで、それが僕らのやり方なので、精一杯毎回毎回全力でやるっていうところが、まあ、要は何が言いたいかというと、まあ、一番は精神的な、答えたいというメンタルが一番大事だと思います。I met you twice in the past. Once at E3 2003 for F-Zero GX. I was at the Nintendo booth and you were standing nearby. I looked very different, but I talked to you. I just said, hello, I like your game. My Japanese was very bad. I asked you about Sega Rally. And then 2 years later, I met you for the first Ryuga Gotoku game. I just think in the video game industry, in the world, I think you have the best sense of fashion. What is your fashion secret?なんですよ本当に。で、まあ、結構ラグジュアリーなファッションも、まあ、本当にそれこそいわゆるハイブランド、グッチだとかディオールだとかも結構買いますけど、まあ、あとはストリート系のブランドも結構買うんですよね。でどちらかというと徹底的にやりたいので、それこそこの服が似合いたいからあと少し筋肉つけた方がいいかなとか、それぐらいやるんですよ。で、なんだろう、やっぱり仕事が忙しいからそんなにしょっちゅう旅行に行ったりとか、休暇をたくさん取ったりもできないの中で、そのストレス解消の一つとして、そのでもファッションってやっぱり気分転換には相当なるんですね、髪型や髪の色変えるだけでも。でそこでこうやっぱり自分なりの何らかのリフレッシュを図る。でリフレッシュ図るんだったら単に着替えるだけじゃなくて、あ似合ってるねとかかっこいいねって言われるまでやっぱりやってみ徹底的にやってみた方がそのいいかなと。ただお金はなくなるんでその苦労も忘れなくて感じです。例えばキャラクターデザイナーも、例えばそのファンタジーの服装とかRPG のキャラクターとか、あとはロボットとか作るの前やけど、ライダース一つちゃんと今時っぽいの作れるやつあんまいないんですよ。でそれはなぜかというとファッションに興味がないから。だから写真見てその選んでくる写真もこれいつ流行ったライダースだよみたいなのを選んでくるわけ。そのアームホールの太さとか今の時そので T シャツの丈も今その丈はないよとかウォレットチェーンもそんな長いのは売ってないよとか、それはやっぱりそのやっぱキャラクターデザイナーは特にファッション気にしろっていうのは僕はスタッフにも言いますね。はい、サンローランっぽいシェイプを意識をね、丸まも同じものじゃないけどシェイプとしては同じような感じを意識してデザインしたんだけど、発表会をやったんですよ日本で。そしたら彼はその日サンローランのライダースで来てたんです。それは伝えてないんです彼には、木村君には。でもやっぱり彼から見てもそう見えたんでしょうね。それはなんかすごく嬉しかったですよ。 So I have one tiny question. I wanted to get my hair cut before E3, but I was too busy preparing to get my hair cut. What should I do with my hair? I will do whatever you tell me to do. いやでもすごく似合ってると思うんだけどな。僕は結構どっちかっていうと90年代ぐらいの割とそうですね、モッツっぽいというか、結構ね
はい、ブリティッシュロックな感じの、うん、だから僕はもしくはね、オルタナティブな感じのロックの雰囲気があって、いや僕はかっこいいと思いますね、はい、日本語的にはトっぽいって言うんですけどちょっとなんかなんていうのかな、エネルギッシュでありながら若干軽いというかチャラいというか、だからちょっとそういい感じでも、すごくいい感じだと思う、はい。Very, very nice to talk to you. Thanks for taking time. Good luck with Judgment. You will play this game. Play it.I actually have, my glasses are the same brand as Takuya Kimura's glasses. I have Hakusan Megane. Yeah, so I have the same. He actually wore these same glasses before on TV.